はいただきます。ラーメンフィールさん、2種類の麺は少し褐色色した麺と白い平打ち麺、褐色の麺はそれほど黒くはありませんが、指南書の通りだと塩をつけて食べるのが最初です。そして柑橘の皮と土佐醤油のついたツルツル刺身風味の麺、これは別皿に乗っている一反もん麺のような麺です。食感がとっても面白く、小麦の風味も楽しめますね。さて、漬け汁の出番ですが、塩の方が出汁の旨味がしっかりしていて、塩だれとのバランスが非常にいいですね。醤油の漬け汁は返しが非常にはっきりしている、キリッとして力強さを感じるタイプでした。そして出汁卵、卵は白い麺にかけて食べます。これがまた美味しいんですよね。出汁をかけた感じは醤油の方が合っている感じもしますが、どちらの麺もどちらの漬け汁に合いますね。うまいっすね。和風の出汁割りはどちらかのスープのみだそうで、僕は醤油にしてみました。結構スープを残していたので、スープ割りとして飲むには結構しょっぱめ、スープを減らしての出汁割りなら良かった感じがします。だがですよ、この塩味を感じた後に焙煎小麦茶を飲むと、これマジで合っていて、あーこういうことか。風味が強い小麦茶だけど、小麦茶うめーってなりました。ほっこりとしましたよ。カフェのような店内とカウンターとテーブルがあって、広々と空間を上手に使っています。手作りにこだわったという店内、素敵な雰囲気です。また食べに行きたいですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。